こんにちは。こんにちは。はい。今日はいいですよ。今日ご紹介するのはこちらですよね。オールブラックスのアウェイジャージですよ。なかなかないんですよ、これ。だってさ、オールブラックスですよ。はい、ブラックじゃない。黒。基本黒じゃないですか。はいはいはい。かぶらなくない？かぶらない。誰かと。はい、でしょ、大分舞鶴かとか、そんな感じじゃん。静岡成功とか、そういうね、はい、ちょっと試合したら、もろかぶりだけど、かぶんないわけですよ。だやらないわけですよ、オールブラックスや大分舞鶴とかね。わ、はい、かりますよね。なんで、この着る機会が ほぼないんです。ただ、有名どころで行くと、やっぱあれですよ。スコットランドとやるときは似てるから、ネイビーとブラックとか、やったりとか。あと、フランスの時に、来たりしてたんですよ、昔はね。ただオールブラックスはワールドカップで昔ね、グレーだったんですよ。あのアウェイジャージがこういう感じの色だったんですよ。それで負けてますからね、フランスに。だからあんまりね、オールブラックスってアウェイジャージの相性が良くないんですよ、実は、はい、であんまり着ないんですよ。見たことあんまないでしょ。ないでしょ、あんまないでしょ。だから結構レアなんですよ。でこれね、日本に入ってないんですよ。俺そう入ってきてないんですよ。だから海外モデル、はい、で海外から引っ張ってきてからうちしか多分ないですこれ、はい、でまあいいんですよ。サイズとかなんですよ。サイズは私今インターナショナルの S ですね、はい、着ております。ちょうどいいかな。あのね、これ一応レプリカだけどちょっと細身、ちょっとこの辺が気になってね。菅平とかですね、まあ、もう飲んで食って働いて飲んで食って働いてそのね、はい、ずっとなんでデブるわけですよね。いいんですか、体調のねコントロールが難しいんで。それが姿なんですね、はい、まあいいんです、いいんです、いいですね。アウェイジャージってのは言いましたね。だから要はジャージが被った時に、色が被った時に、はい、分かんないくならないようにレフリーがね、はい、着るジャージだから。オールブラックスは黒だから、はい、大体白とかグレーとかシルバーとかが多いんですよ。で今回は普通の白に戻りましたよということでございます。まあ大きな変化これだよね、はい、アルタッツさんが入ってやっぱね、ロゴがすごい高い位置に、これもう間違いない。もう全部のメーカーブランドがこうなってるよ。だからこれちょっと、ね、覚えておいてくださいね。はい、はい、でこれね 100% ポリエステルのリサイクルでございます。メイドインどちらでしょうか、はい、チャイナです。正解、はい、来たね、ついに来たね、はい、俺の引っ掛けにも乗らずにね。いいですよ。はい、でまあ、まあ、何度も言ってますけれども、あのアディダスさんのリサイクル素材っていうのはやっぱりオーシャンプラスティックっつって、はい、海洋ゴミだよね、うん、あのペットボトルとか、ね、こういうのですね、はい、これね、あのを回収してリサイクルしたと。まあそれだけでこんなに服が作れるのかどうかは定かではありませんが、はい、まあ配合されてるのかな。基本的にあとはリサイクルだと思いますよ、普通の服とかね、うん、で作られております。この辺のねカットですよ、これ見やすいでしょ。見やすいです。ちょっとこうやって入ってるでしょ、はい、こういうところがそのブランドたるゆえんっていうかさ、まっすぐ切ってるわけじゃなくて、はいはい、こういうなみなみにしたりとかね、でこういうところにちょっと入れてきたりっていうところが、うん、あとね、見えないかな、素材がだって格子状になってるでしょ、はい、ワッフル生地みたいな。まあこれ多分通気性とかそういうの考えてると思うんだよね。お、多分エアロレディのマークだよねこれね。はい、絶対そうですよね。機能素材です、はい、ね、はい、となっております。どうですか、うん、これはこれで、これはこれで、ただね、はい、分かる分かる、皆さん言いたいのは分かる。汚れるんですよ、白いジャージっつうのは。いや、あんま好まない。そうなんです。これだって一回菅平の芝でバーッとやって、これ緑になってもう取れませんからね、きっと緑ジャージになっちゃいます。なっちゃうけれどもさ、前も言いましたよね、このジャージを着て何をするかなわけですよ、うん、別に家に飾ったっていいわけだしね。例えばこれはサインもらいやすいわけですよ、黒ペンで描けるから。オールブラックスってサインもらいづらいんですよ、黒いから。黒いから白いペンってなかなか売ってないじゃないですか。だからまあ 黒でね、サインもらえるという意味ではありですよね、はい、そして激レアだということは間違いないでございます。はい、はい、こちらもですね、東京店、はい、福岡店、菅平店、はい、ウェブ店、全部でご用意はしております。ただですよ、まあ、内情を言っちゃうと、はい、今菅平じゃないですか、はいはい、一気に入ってきたんですよ。もう大変なことなんですよ、はい、こちらからは見えないですよ、私から見えてる風景が大変なことなんですよもう段ボールの山なんですよね、はい、なんでいつのタイミングでこの人が
各、まあ、菅平最速ですよ、上だから、はいはい、ね、ウェブに上がったり店舗になるのかは正直私もわからないから、この動画を見てる時もしかしたらまだなんとか店にはないっていう可能性もあるけど、あるけど、はい、いずれは置くし、各店舗で問い合わせいただければ取り寄せるし、あ、そうです、ね、そういうこともできますから、はい、まあまあ焦らずにということでございますよね、はい、はい。まあ今回その初めてのパターンなんですよね、この菅平にこんだけの量が一気に入ってきてしまうと、そしてね、もうやむなくここで撮影をするということとかね、いろんなことがいろんなことが初めてすぎるんで、ちょっとしょうがないんですよ、ごめんなさいって話なんですよ、そんな温かい目で見てくださいって話なんですよ、はい、撮影といえばですよ、昨日もなんか来てくれたんですよ、高校生が、私がね菅平店のレジにいたら、レジじゃねえや、デスクにいたら、はいはい、写真撮ってもらっていいですか、え、いたんですか、来たよ、来た人はもう急に険しい顔してやってた、あれがすごい切り替え、いや、あのね、皆さん勘違いしている、いつもの高いテンションじゃないんですかね、あ、このテンションでずっと上にいたら変な人よ、ちょっと疲れます、疲れるでしょ、こっちが疲れる、はーいなんつってずっと言ってたら声も枯れるわって話よ、声枯れ始めてるんですよ、もう喋りすぎですよ本当にね、いいですか、さあもう出しますよ、はい、言ってくれた瞬間にはーいとか言いますけど、それはコンピューター向かいながらなーとか言ったらバカじゃないですか、私コンピューターやった時は静かにやってますよ、私だってね、はい、ああ街歩いてれば普通に歩けますよ、この前、そしかも姿歩いてたらいきなり車プップってやられて、何だろうと思ったら、いつも見てますって言われて、ありがとうございま す, すごい、そんなことありえる、すごいですね、 YouTuber みたいになっちゃってるじゃないかよ違うんだよ、私はラグビーショップを売ってるんだよ、まあいいや、なんだっけ、あ、そうそうねえ、ダウエジャージが入ってきたってことですよ、激レアなんでね、はい、よろしければ下の方にねリンクとか貼っておくんで見ていただければと思います、では